ドコサノール、または、ベヘニルアルコールとは、飽和脂肪族アルコールの一つ。伝統的に保湿剤、乳化剤、増粘剤として化粧品に、また栄養サプリメントとして用いられてきた。近年では、アメリカ食品医薬品局により、単純、ヘルペスウイルスの引き起こす更新ヘルペスの病気を、短縮する、調剤抗ウイルス薬として認可され、アブリバの名で、 一般用医薬品に用いられている。ドコサノールは、ヒトシク細胞とヘルペスウイルスのエンベロープとの融合を阻害し、それによってウイルスの繁殖を防ぐと考えられている。この機構は実証されたものではない。この薬品は、FDA による2000年7月に行われた臨床試験を経て、更新ヘルペス用軟膏として認可された。あるプラセボ対象知見によれば、 平均して17.5時間の病気短縮が見られた。別の知見では、感染したモルモット肺部に対しては、治癒効果が見られなかった。N ドコサノール軟膏を用いた2つの実験では、N ドコサノール軟膏治療部位と対象治療部位の間、および N ドコサノール軟膏治療部位と未治療感染部位との間に統計的優位差のあるパラメータは全く見られなかった。 アベニアファーマスーティカルズの市販するアブリバはアメリカ合衆国及びカナダにおいて市販される抗ウイルス薬として初の例である。ヨーロッパではエラザバンの名で市販されている。イギリスではブリステックスコールドソーアクリームの名で知られる。2007年3月、アベニア及びグラックススミスクラインに対し治療期間を半減するとの主張がミスリーディングだとして、 アメリカ合衆国全土にわたる集団訴訟がカリフォルニア裁判所に提起され和解が成立して治療期間を半減するという文言は製品宣伝に何年も使われていない。ドコサノールの副作用として最も一般的なものの一つとして頭痛が報告されている。この薬品により引き起こされる頭痛は軽く頭のどの部位にも生じうる。 トフ部位に刺激感を生じる場合もある。通常、皮膚への刺激感は軽く、治療を必要とするものではない。使用期間が伸びるにつれて消える場合もある。稀ではあるが、最も深刻な副作用として、アレルギー反応も報告されている。呼吸困難、錯乱、顔面主張、失神、めまい、陣魔神、胸痛などのアレルギー症状を引き起こした患者が、 報告されている。アレルギー反応が出た場合は、緊急応用するので悪化を防ぐために、直ちに治療を行うことが望ましい。他にも、吹き出物、やけど、乾燥、かゆみ、皮脂、急性の下痢、疼痛、腫れなどの副作用もある。妊婦に対する安全性は試験されていない。薬効成分が母乳に混入するかどうかについても確認されていない。 ドコサノールは特に12歳以下の小児の治療には適用されないが、成人に生じるもの以外の副作用が生じるとは考えられていない。顔、抗心部位への概要薬であり、インブヘルペスや体状方針には用いられない。ドコサノールによる治療中は化粧品の使用は避けることが望ましいが、主に未知湯部位からの感染拡大を防ぐためであって、薬物相互作用があるためではない。 ありがとうございます。